このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。この時間は日本対川崎フロンターレ、こちらの一戦をお届けいたします。日本国国歌お聴きいただきます。日本はこの試合 4-3-3 というシステムで臨んでいます。どうご覧になります？そうですね、前線のウィング的な役割をする両サイドが中央から相手ディフェンスをいかに引っ張り出せるかがポイントですよね、はい、さらにそこに空いたスペースにセンターハーフやオフェンシブハーフが飛び込んでいく、2列目からの飛び出しですよね、そうなってくると 4-3-3 のシステムではボランチが起点になってくるんですよね。さあ日本ボールで開始の笛。日本対川崎フロンターレ、エキシビションマッチです、サイドをご紹介しましょう。左から右に日本、反対側右のエンドからが川崎。田中、遠藤、田中、酒井へ、右サイドから上がります。中央へトス、触る、上り里、大島、上り里、上り里、吉田。川崎は先ほどから比較的狭いスペースでのパス回しが目立ちますね。そうですね、常にトライアングルを意識してボールの受け渡しをしてますよね。狭いスペースで細かくボールを回すなど、トラップした後のボールを置く位置やワンタッチ目が非常に重要になってくると思いますけども、うまくボール回しますよね。そうですね、来た、ベンドルのビュー、長友、森田からターテのボール、レアンドル・ダミアン、森田奪います、大きく縦へ、南野から大迫、大迫から左へ、スルーパスを狙う、チェッシュート、日本今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか？いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたね。先制ゴールが決まりました。日本1点先制しましたけど、安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。大島へ、裏へのスルーパス、お、これいいですよ、クリアです、ディアンドル・ダミアン、長友からのフィードボール、伊藤、日本、これはスローイン、遠藤、
さあ左へ預けて裏のスペースを狙う柔らかいパス、これはつながりませんでした。南野スペースを狙う柔らかいボール、大島、谷口、上里、スルーパス、大島、吉田、これを読んでいた。山根、脇坂へのボール。ファーサイド、これはクリア、シュート、川崎奪い返します。さあカウンターのチャンスになります。伊藤から大迫、スルーパスを出す坂、一旦戻します。キーパーから前線へ上里、このボールをカットします。ボールが収まる、大島、上里、上里に渡ります、中央へ田中、ここで前半が終了しました。前半から得点が動いています。日本先制してそのままリードで折り返します。さあ後半キックオフ、日本としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね、はい、脇坂、ジェジエから緩いフィードボール、坂一呼吸を置きます。遠藤、田中、遠藤へ、遠藤から緩いフィードボール、いいと変えますよ、伊藤中に入れる、このクリアボール拾いたい、ジェジエウ、脇坂へ、山根、脇坂へ、富安、ここは読んでいました。遠藤、日本が最終ラインまでボールを下げる。伊藤、日本がこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。脇坂、大島へ、組み立てながら攻め上がっていく、レアンドロ・ダミアンから家永、裏を狙っていきます、丁寧に足元を使う。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としては後半に入ってからまだシュートがないんですよね。残り時間の使い方ですかね。もう1点取りに行くっていう選択肢もあってもいいと思いますけどね。いけるか、クロス合わせてくるか、サイドへ、大島、さあレアンドロ・ダミアン、ダンテフロンターレ、この時間で追いつくことに成功しました。美しいパスワークからのゴールでした。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、その辺りにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。
本はメンバーチェンジです。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね、激しいボールの奪い合い、上り里、谷口、ジェジエウ、山根、ジェジエウから大きく縦へ、縦のボールを入れてきますが、これはありません。川崎はここでベンチが動きます。田中、必死のクリアですね。日本が最後のカードを切ります。さあ日本、同時に2人の選手が入れ替わります。キーパー前へ蹴り出します。さあ古橋、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか。シュート、南野この試合アシストを記録しています。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。わずかに右へそれました。流れを止めます。手元の時計3分を切っている状況。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。キーパーからのロングフィード、酒井パスでつないで攻め込んでいきます。日本、上り里、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ここで笛です。1対1、引き分けに終わりました。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。日本としては特に後半なんですけども、ディフェンスの面で噛み合ってないところがありましたね。ですからこれっていう自分たちの守り方を早めに作ってしまうことがこの先大切ですね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。1点ずつ入れ合って1対1、引き分けに終わっています。